どうも、まずサムテレビ始まりました。今日はですね、以前お伝えしたこちらの、洗濯ボールということでございますが、前回ですね、この洗濯槽7キロに対して4つだと絡まってしまいましたので、じゃあ、1,2,3,4,5,6,7,8、8つにすると絡まなくなるのかということの検証動画でございます。まず以前買った4つ入れときます。で、この後ね、洗濯物を入れて、上下で挟む形でボールを入れてみたいと思います。はい、前回同様、7キロに対してほぼほぼいっぱい入っておりますね。はい。はい、それでは、プラス4つを洗濯槽の中に入れていきたいと思います。では、あとは待つのみですね。どうなりますかね？残り1分です。もう間もなくですよ。どうなるんでしょうかね。さあ、洗濯終了しました。これはどうなるんでしょうかね。見てみたいと思います。いやー。ね。おお、ちょっと見てください。いいんじゃないですか？切り返しますよ。いいと思います。どうじゃ。この間より絡まってないっすね。確かにね。この間のあれ貼っときますね。概要欄に。さあ、これをちょっとまたカメラの位置戻します。ということで、今のような形で、そんなに見た目絡まってるようには見えませんね。で、こっからですよ、こっから。この間、こう、ごそっと全部が上がってくるような感じでしたが、今回は、さあ、ちょっとずつ上げていきたいと思います。果たして、さっきの脱水で横になってた洗濯物が絡まることなく、こう、スルスルスルっていくんでしょうか。いやー、行ってほしいですね。まず、タオル。おお、おお、スウェット。おお、あー、惜しいよ。見えました。いい感じね。シャツ。ほら、すごくないこれ。おお、これすごいね。T シャツってよく伸びて絡みそうじゃないですか。T シャツ。おお、すごい。あ、これはさすがに絡んだ状態かな。パッチ。これパッチの足の部分です。これに洗濯物がごそっついてくるかついてこないかによって大きく違いますね。おお、スルスルほどけてますね、これ。おお、おお、すごい。一個一個単体で出てきますね。おお、すげえ。あー、ここちょっと絡めた。あー、いや、でも、さらりと溶けましたね。さらりと取れた。二つ絡まってたと思ったら、ポロッと取れた。すごい。これは？あー、ここがちょっと絡まってる。あー、でも取れた。すごい。これも、普通、バスタオル、汚いバスタオルだな、おい。バスタオル、普通、ぐーって絡まってんすよ。おー、すごい。あー、これはすごいね。ということで、これ、洗濯ボール、どれぐらいの量で何個とか書いてなかったんで、前回、この7キロの洗濯槽の中にいっぱい入れた状態で、ボールが4つだったら絡まってたんですよね。それ、概要欄に貼っときますんで。で、今日は8つ。4個ですね。8つ入れたら、絡まってない。すごいね。うん。ほら、一個ずつ全部取り出せるもん。ごっそり来ないもん。ほら、タオル。これスウェットの上。ほら、引っ張ると、どんどん下に、ほぐれて落ちてってんの。洗濯物が。ごそって来ないでしょ。うん。素晴らしい。これは、いいのを買っちゃいましたかね。いや、これどうにかなんかリベンジしてみてくださいっていうご意見もいただいたんで、やってみたんですけど、大正解。200円でこんなストレスフリー、スルスルいけますから、ぜひ皆さんこれ、やってみてください。7キロいっぱいで、8つ必要ですかね。7キロの洗濯槽だと8つ必要です。はい、ということで、ハムテレビ、番外編、洗濯ボールリベンジバージョンでございました。
った、チャンネル登録、グッドマーク、よろしくね。これはグッドだね、ほんと。素晴らしい。またね。バイバイ。ハマテレビチャンネル登録、よろしくね。